お疲れ。ありがとう。中途半端に言われたら余計気になっちゃうよね。あ、でもそれくらいの方が話しやすいかも。あのさ、もう忘れちゃったかもだけど、っていうか忘れてくれていいんだけど、屋久島でさ、私変なこと言っちゃって謝りたかったんだ。ごめんね、ずっと気になってて。私ね、普通になりたいってずっと思ってた。クラスのみんなみたいにお父さんもお母さんも一緒に家にいる家庭。なんで私たちそうじゃないのかな。なんで私たちなんだろうね。って、ごめん、勝手に一緒にしちゃった。でも、あなたがいてくれること、私、意外と支えになってるみたいなんてね。なんかこれいつまでも絆めてるって感じかも。でも本当の気持ちだよ。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝恋愛のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え。少し寒くなってきたね。帰ろっか。あの浴衣かわいいな。そっか、やっぱり探せばああいうのあるんだ。ああ、どうせ着るならもうちょい遠出して探すべきだったかな。そう?てか、あなたがストレートにそういうセリフ言うの珍しくない?まあ、素直に嬉しいけど。でもさ、この浴衣って、なんていうか、だいぶ無防備な服だよね。涼しいのはいいけど、このスースー感は慣れらんない人もいると思う。昔の人って実は結構おおらかだったのかも。あー、美味しそうな匂い。そっか、もう今ってご飯時だもんね。お腹が空くわけですね。たこ焼き食べない？てか私一人じゃ一パック全部食べらんないから手伝って。すいません、たこ焼き一つください。海苔おかか多めの、マヨネーズ少なめで。お、お客さん通だね。あいよ、ちょっと待ってね。はい、お待ち。おまけしといたから、そっちの彼氏と仲良くね。ありがとうございます。ね、聞いてた？あなたのこと、彼氏だって。おこがパヒーおわひゃ。口に物を入れたままは品がなかったね。反省。てか、オクトパシーの味だこれ。ほら、駅前のたこ焼き屋さんの。あれ、屋台にいた人もしかして同じおばさん？まあいっか、美味しいし。お面か。あ、動物のお面なんてあるんだ。あ、犬のお面あるよ。なんだかうちのコロちゃんに似てない？
ちのって、そっか、ここってあの子の実家なんだっけ。じゃあ似てるお面があるのもそのせい？で、お店は別に神社とは関係ないか。考えすぎでした。よっ、お二人さん、くじ引いて帰らない？ここ来た思い出にどうだい？うちのはからくじは少なめだよ。くじ引きか、どうする？てか、からくじ少なめだって。やってみたら？私見てるから。おっと、おめでとう。いやー、うちで当てるとは坊主、すげえ強運だな。ほれ、こいつが商品だ、持ってきな。すごい。こういう夜店ってちゃんと当たり入ってるんだね。リアルに当たってる現場って私初めて見たかも。なんかもっと学校の子とかに会うかと思ったけど、そうでもなかったね。なんかちょっぴり拍子抜けけど、お祭りっぽい空気は結構堪能できたかな。今日は楽しかったね。ありがとう。そのうちまた二人でどっか行こっか。香りがきついしな。バラって柄でもないし、ガーベラあたりかな。あ、ごめん、部屋にお花飾ろうと思うんだ。模様替えに合わせてね。ねえ、ガーベラにしようと思うんだけど、何色がいいと思う？やっぱそう思う？私もピンク好きなんだ。好み一緒だね。じゃあ決めちゃおっかな。でもな、ガーベラだけってのも寂しいかな。ねえ、他にどんな花が合うかな。って私の部屋知らないんだっけ。もう役立たず。だって本当のことだしね。本当言うと、あなたの選んだものならどれでもよかったんだけど。嘘だよ。あ、もうこんな時間か。どうしよう、意外と優柔不断なんだよね私。ダナンキュラスもいいし。ね、この後どうしよっか。カラオケでも行く？お母さん、どこ？お母さん、どこ？君どうしたの？お母さんとはぐれちゃった？お母さん、待てろって言って、お小遣いくれて、でもお母さん来ない。ほら、泣かないでね。ほら、もう大丈夫だから。お姉ちゃん一緒にいてあげる。だからね。すぐそこにプロの人いるじゃん。ほら、おいで。おまわりさん、お母さんに知らせてくれるから。お母さん来てくれるよ、もう大丈夫。はあ、よかった、親御さんと連絡取れたみたい。つうか、親何考えてんのよ。泣いてる子ほっぽって。私、ああいうのほんと腹立つ。でもそっか、所詮そんなもんか、母親なんて。何、気になる？な
ってごめん、茶化して。前にちょっとだけ言ったよね、距離空いてるって。私のお母さんは一言で言うと最低の人。最初は違ったんだけどね。けどお父さんのことがあってから人が変わっちゃって、どっかで何人目かの男と暮らしてるんだと思う。興味ないからよく知らない。もうこの話はおしまいね。あのさ、あなただから言ったんだよ、絶対人に言ったりしないでね。ごめん、カラオケって気分じゃなくなっちゃったね。今日はもう帰ろ。あとは薬局寄って帰ろうかな。ね、少し長くなるけどいいよね。あ、電話だ。ちょっとごめんね。って、あ、もしもし。あ、うん。何？だから何？早くしてよね。ふざけないでよ。何それ、お父さんの気持ちは？そう、分かった。勝手にすればいいでしょ。もう連絡しないで。ごめん。あ、うん、ごめん。大丈夫だよ、ありがとう。電話の相手もう分かってるかな。そうだよ、母親から再婚したいって。再婚ってこと自体は別にいいの、許せないのはあの人の生き方。現実を放って次々と男に逃げて、その流れでズルズル再婚なんて、そんなんじゃお父さんはあんまりだよ。ごめん、もう大丈夫、もう平気。ありがとう。私は絶対あんな風にはならない。自分の足で立つのをやめたりしない。都合の悪い時だけ誰かにすがろうなんて、そんなの最低だよ。私は一人で生きてくって決めてるの。一人で幸せになって生かしてやるんだから。あなたには何でも喋っちゃうね。帰ろっか、薬局はもういいや。うーん、二人して漫画喫茶ってのもね。ね、どっか他にしない？って、私お金あったかな。やだ、お財布ない？落とした？いつだろう、さっき駅で定期出した時まではあったし。あれ、てか私駅出てすぐぶつかられて。ごめん、ちょっと駅まで行ってくる。すぐだから待ってて。いい？絶対ここで待っててよ。私は平気だから追いかけてきちゃダメだからね。そこいてよ。だと調子乗ってんのよ、こら。おとなしくしときゃ財布だけで済んだのによ。ちょ、待っててって言った
じゃん。ああ、いきなりシャシャリ出てなんだてめえ。ちょっと勢いで何言ってんの。んなこと聞いてねえだろ。舐めてっとボコすぐれ。ありがとう。けどちょっとやりすぎだよ。あんなコテンパンにしなくても。あのさ、なんで来たの。待ってたって私言ったよね。なんで助けに来ちゃうの。私をバカにしてるの。お財布だって自分で取り返したんだから、私は一人でも大丈夫なんだから。謝んないでよ。ごめん。ありがとう。今日は先へ帰るね。もう大丈夫だからごめんね。じゃあ。あのさ、こないだほら助けてくれたじゃない、柄の悪い連中から。あのね、なんか怒ったりしてごめん。悔しかったの。人に頼らないって決めてたのに結局助けられちゃって。でもね、あの時は言えなかったけど嬉しかった、来てくれて。あなただからかな。だからちゃんとお礼言うね。あの時はありがとうございました。ちょっとかっこよかったよ。悩んでるの、私ムズムズして合わないな。じゃ、長居する前に降りよっか。屋上あんまり人来ないし、マジトーンの話だとつい使っちゃうけど、ここカップル率高いから人に見られたらまた変な噂になっちゃうかもだし、あなたも困るでしょ。その私と付き合ってるとか噂されたら。本当に大胆なんだか鈍感なんだか。でもそれ結構すごいよね、周囲の視線をものともしない感じ。くしゃ、誰か噂してる。なわけないか。さあ帰った帰った。おいしいよねここの焼き魚。あなたと同じのにして正解だね。あ、魚で思い出した。あのさ、この間ふっと思ったんだけど、この辺海ばっかなのに私たち旅行でも海行ったでしょ。ね、落ち着いたらさ、次は山とか高原とか行ってみない。鹿とか出るようなとこでお昼食べるのどう。ちょ、いきなり何。二人でとかそういうつもりじゃなかったんだけど。別に嫌なわけじゃなくて、まだ心の準備ができてないっていうか、そのって何言ってんの私。でももし二人で出かけられたらきっと楽しいよね。お弁当作ったりしてさ。こう見えても私なかなかの腕なんだから期待していいよ。こんな風に旅行の計画を考えるの久しぶりでワクワクするかも。あなたと一緒にいるとね、なんていうのかな、一人じゃないなって感じるの。そりゃ友達とかはいるし、寮のみんなだって大事だよ。でもね、私って誰と言っても心のどっかで私は私っていうか、家庭のせいかな、なんか気づくと一歩引いてるの。でも最近はそういうのなくて、あなたのおかげかもね。
ごちそうさま。長いしちゃったね。そろそろ出よっか。ごめん、ちょっとピアス見てもいい？新しいのが欲しいんだけど、いっつも悩んじゃうんだよね。だってどれも可愛いじゃん。おかげでなかなか決められなくてさ。そうだ、あなたも一緒に選んでよ。参考にするから。やった、じゃあ早く行こう。あ、電話だ。ちょっと待ってね。はい、もしもし。あ、うん。え、やめる？私が許すまで？いや、ちょっといいって、好きにしなよ。で、あ、そういう意味じゃなくて、お母さんが本気でそうしたいなら、その勝手にすればいいことだし。てか私のことは気にしなくても。なら今度さ、会ってちゃんと話す？やだ、ちょっと泣かないでよ。今後はこっちからも電話するから。分かったって。じゃあね。お母さんからだった。今までのこと許してほしいって。私が許さないんだったら再婚やめるって。やだ、なんかちょっと震えてる。ちょっと座ってもいい？ごめんね、もう大丈夫だから。自分でも驚いちゃってさ、こんな日が来るなんて思ってなかったっていうか。今度会う約束しちゃった。なんか緊張するな。別に進んで会いたいわけじゃないよ。どうせまた辛いし。10年近く冷え切ってたんだもん。正直そんな簡単じゃないよ。会えばまたひどいこと言っちゃうかも。でもね、それでも話してみようと思ったんだ。逃げてちゃ変わらないのは私も同じだし。それにね、お母さん、今でもお父さんのこと大切に思ってるんだと思う。ただ耐えられなかったんだよ、大事な人を亡くしたこと。だから誰かにすがりたいって。愛した人がいなくなって一人ってすごくすごくしんどいことだと思うから、うまく言えないけど。私ね、あなたといてそう思ったの。人を好きになるって自分が持ってかれることなんだなって。そしてそれは結構幸せなことだなって。あ、一般論よ、一般論。ピアスは今度でいいや。今日はもう帰ろう。今までいろいろあったし、ぶっちゃけ自分でもうざいって思うこと言ってきたと思うし。やっぱりペルソナ使いの仲間だから。それとも普通にいい友達ってこと？もしかしてその好きとか。私のことどう思ってる？嘘、本当の本当に前言撤回とか冗談とかそういうのなしだからね。そっか。
気が抜けちゃって、やだ、止まんない。あなたってほんとずるい。こうやっていつもみんなに優しくするんだもん。だから私のことも仲間とか友達とかその他大勢の一人なのかなって思ってた。最近は風花とかと話してるの見るだけでなんか気になっちゃって、いつから私心が狭くなったんだろうって自分が嫌になりそうで。だからあなたにはその私を見ててほしいっていうか、私だけ。部屋に入れたのバレないかな。大きな声出したら聞こえちゃうよ。あ、いや違う、何言ってんの。変なこと考えないでよね。ストレートに言うなバカ。知らない。あ、そうだ、あのね、今日は渡したいものがあって、これね、私がずっと携帯につけてた編みぐるみ。本当はこれムーンライトブリッジの開通式で売ってたマスコットなの。ずっと昔から大事にしてたんだ。お父さんが買ってくれたものだから。前はね、よく部屋でこの子に話しかけたりしてたの。結構ネグラでしょ。でもあなたに会ってからいつの間にかしなくなった。でね、それをあなたにあげた意味を今から言うから、一度しか言わないよ。君が好きだよ。おしまい。我は汝、汝は我。汝、ついに真実の絆を得たり。ここに恋愛の力はその才能を開かれたり。今こそ我ら汝に与え恋愛の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。出かけて二人っきりで過ごしたいね。あのさ、そういう時間を今日ちょっと前借りしてもいいかな。もう少し二人っきりでいたいな。恥ずかしいよ。されてだいぶ雰囲気変わるらしいよ。実は結構楽しみなんだ。
ムードないな。これって有名なデザイナーが演出してるんだって知ってた？あのさ、これプレゼント、久しぶりに気合入れて作っちゃった。口に合うといいけど。私涙出そうなんですけど、決めた、来年絶対これの恩返しするんだから。でも初めて会った時はさ、一緒にクリスマスに遊ぶなんて思ってもなかったな。私いつも一人だったから。あのね、こんな日だから言うけど、私ねこういうの憧れてたんだ。だから現実は浮かれている場合じゃないっていうのは分かってる。でも今日くらいはこのままあなたと一緒にいたい。もうこんなに遅い時間？もうちょっといいよね。こんな日は寮のみんなも遅いと思うし。ああ、純平とかはまた男同士で騒いでるだけだと思うけど。って、そうじゃなくて、今日だけは一緒にいたいんだ。なんか寒くない？寒いよね。そっち行ってもいい？あっためてほしいな。なんて。整理できてなくてさ、会いたいとは思うんだけどね。だからあなたが一緒にいてくれたらなって。あ、気の利いたこととか言ってくれなくていいの。そばにいてくれるだけで勇気出るっていうか、なんか優しい気持ちでお母さんに会える気がするんだ。だからもし迷惑でなければ、どうかな。ありがとう。じゃあすぐ日取り決めるね。ずっと伸び伸びにしてきたから。けどごめんね、面倒な家庭でさ。あのさ、私がもっと問題のない人だったらよかったとか思ってない？ひどっ。普通否定するでしょ。そこはもう
バカ冗談だって怒ってないよ。もうすぐ春休みだね。早いな、もう3年生か。で、卒業して進学とかして社会人？わあ、なんか想像つかない。それまで私たち一緒にいると思う？またそういうこと言うけどさ、確かに遠い未来って感じ。社会人とかどうなっていくんだろうね、私たち。ね、じゃあ近い未来の話。春休みどこか行かない？ディスティニーランドとかどう？二人でだよ。他の人とか誘っちゃダメだよ。泊まりがけとかで。二人で外泊とかしたら寮の人たちにバレちゃうかな。ちょっと恥ずかしいね、それ。詳しいことはまたね。春休み開けておいてね。